へいよー、ケンツメシです。そしてハルババエッ、よいしょ。さあ、ということでね、もう開幕ノバパパを俺はね、ノバパパで、はい、あの自分がね、あのもらったノバのシャツをちょっと、ね、着ていただいて、はい、盗みました。パワーアップしていただいて、今日はね、はい、いやちょっとね、悩みがあるんですよ。どうしました。まあでも、うん、ハルパパさんのね、悩みは聞きます、はい、だって、うん、今まで何回何回ケンツメシケンツメシケツメケンツメシあれやっぱね、言っちゃうんですよね。で、救い上げてきたんですよ、うん、はいはいはい、救っていただきました。はいはいはい、はい、そしてね、こう今やもうケンツメシチャンネルで、うん、はい、一緒にこうコラボしていただけることにね、もう感謝です。いやー、感謝です。ありがとうございます。あれです、もうあれだって嫌われたんじゃないかと思ったよ。いやいやいや、もう泣いちゃった。本当にね、うん、もうやっとかと、ハルパパさんからコラボしましょうっていう連絡が来て、ほんとね、うん、おーみたいな、嘘でしょ、来たと思って、うん、あんまこう会わないじゃないですか。そうそうそう、あんまね、近くにいるけどそんなに、ね、なんですよ、会わないんですよね。なんでね、これ、うん、もう急遽ね、急遽、はい、もうさっと来ということで、ハルパパさんにね、うん、今回やってもらうんですけど、あ、悩み事があるということで、そうなんですよ。じゃあ、今回はケンツメシがね、ハルパパハルパパさん、たくさんつけちゃうんですよね。いやいやいや、いらない、いらない、その時はいらない。それいらない、いらないです。なんで、こう救おうということでやっていきます、はい、というわけで、悩みの方は何でしょうか。いやー、やっぱね、前シーズン結構みんなトロ更新して、はい、もうケンスさんももちろん前回まで行ったり、はいはい、確かにそうですね。いや、それで僕もまあ、5000、まあ、200弱だったんですけど、行かなかったんですけど、はいはいはい、やっぱり僕の相方の、うん、清爪さんが、はいはい、5500なんですよ、清清さんが。あ、スパツ飯やってましたね、スパツ飯さんがね、はいはい、なのでちょっと今日はPS を、なるほど、先生に教えていただきたいと思いまして、うん、来ました来ちゃったんですよ。なるほどですね、うん、クララは好きですか。クララは大好きです。いいよはい、OK ですというわけで、はい、じゃあ今日はですね、クララはまあ、うん、教えというかね、はい、いう感じなんですけど、まあハルパパさんといえば、うん、やはりメガパパ、メガパパ、メガナイトを愛していると思うんですけど、うん、じゃあちょっといつも使ってるデッキを見せてもらっていいですか。まずこちらですね、はい、はい、メガナイト枯渇ですね、はい、これはまあ流行ったデッキでして、はいはいはい、まあメガナイトで防衛して、うん、あとはゴブリン系で攻めるっていったデッキで、はいはい、アップデートで、うん、メガナイトとスケルトンバレルが下方修正、うん、そうなんですよ。あとインドラもちょっと下方修正されたんですよ、インドラもね、うん、で、メガナイトに関しては大幅弱体化、大幅ですね。で、スケルトンバレルもまあ大幅弱体化、大幅ですね。で、インドラはちょっとね、まだ変わらないんですけどもっていった感じで、はいはい、まあ、その中でもね、言うて強いって動画出されてたんです。はいはいはい、はい、まだ使う。で、実際そうなんですよ、まだ強くて、強いですよね、はい、まだ強いです、全然。ほら、なので見てください、もうね、はい、もうほんと強いです。メガナイト枯渇、うん、一周回って強いです。あ、弱体化されてみんな使わないし、うんうん、まさか来ないなって思ってる中で、あ、なるほど、ね、あえて使うことで無双できるんで、うんうんうん、で今日からこの動画見てる方はですね、もう今日からでもこのメガナイト枯渇を使うように、うん、サクッとね、解説などをしていきたいと思うんですがめっちゃくもあれだね、解説力がすごい。いや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 、というわけで、じゃあまず、うん、それ自分が一戦やって、はいはい、で、ハルパパさんが一戦、あ、俺もしっかり見とくっていうことですね。そうです、まず一戦やって、うん、まあ、お手本となるか分かんないですが、はいはいはい、ある程度動き方を説明してからやろうかなと思います、うんうん、ちょっとマルチでお願いします。マルチで分かりました、お願いします。これでもういっちゃってください。ですね、一応このデッキの役割っていうところで、はい、メガナイトは防衛なんですよね、はい、あ、はいはいはい、で防衛ね、役割としてはペッカとか、うん、インフェルノタワーに近くてですね、はあはあ、メガナイトか、はい、インフェルノタワーって考えるのが一番よくて、復活デッキとか使ってる時って、うん、インフェルノタワーって全然出さないですよね。はい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 、攻めに使わないんですよ。端前で急にメガナイトドーンっていうのは全然やらないっていう風で、それもおかしい。なんでメガナイトは割とこう温存するユニットでして、はいはいはい、うん、でデリクサーボンブとかに対してはこのディガーで削りに行くと。なるほどね。で、うん、じゃあ問題なんですけど、これザップを使わせる要素がいくつあるか分かりますか、はい、うん、はいはい、4つ4つ。あー、あとインドラ5個、はい、5個ですよね。うーん、なるほど。なので、うん、ここの5個でうまく相手のザップを使わせるタイミングを見計らいたい、うん、はいはいはい、インフェルノドラゴンで防衛したいなと思ったら、じゃあ先に攻め、防衛でザップを使わせようと、はいはい、はい、これでスケルトンバリューとコウモリを出してザップを使わせた後にインフェルノドラゴンで防衛ってやると、なるほど、メガナイトを使わなくても防衛できると、うん、なるほどね、っていういった感じでして、はい、なのでそこら辺をね、理解した上で、では試合の方行ってみましょう。うわ、すごい。
ゃあいきます。はい、お願いします。すごいな、なんか説得力が違うな。シーズン序盤のマルチなんでね。はいはいはい、はい、そうですね。これで最低更新を下げるしかないんでね、大丈夫です、うん、大丈夫大丈夫。でこれは、まず待ちます。でエリクサポンプが来たら、はいはい、一気に突撃ですね。あ、なるほど。この手札だと、うん、スケルトンバレルとコウモリを出して攻めつつディガーでポンプを回しに叩きに、そうすると防げないんで、もう基本ディガーはポンプが来る前提で考えておいた方がいいよっていうことですか。さっき言いました、これコウモリで防衛してあげて、でこのコウモリ放置するとそのまま処理されちゃうんで、あ、ザップ使った、ザップ使ったんでスケルトンバレルプラスのゴブリンギャング、これでザップ使う要素2つ、はい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 、はい、流すことによってこのゴブリンバレルに使ったら、なるほど、あ、違う、ゴブリンギャングに使ったらそのスケルトンバリューが刺さるしみたいな、うん、今相手はファイアボール打ちました。でこれやることないんで、はいはいはい、これはもうディガーで削りに行きます。スケバレの6体に減ったってのは相当痛いですね。ちょっとでかいですね、やっぱり。でここはザップで、しっかりやりゴブをね処理しつつ、はいはい、反撃はそうですね、カウンターされないようにしてるって、でこれはしっかりと処理で、これコウモにさっきザップ打ってきたんでこう離してやると、はい、ああ巻き込まれないとみたいな。ああ、なるほどなるほど。でこれで相手ファイアボールとか持ってたんでこれはまあ放置でみたいな。いやー、細かいなー。そうですね、放置して俺ちゃんと聞いとかないといけないですね。そうですね。そうですね。でこれやっぱインドラとメガナイトあんま使わないんで、うん、これはもうディガープラスのゴブリンギャングで、はいはい、大体防衛でファイアボールを使うかもしれないですね。うーん、これも強いですよね。そう、使いました。おお、まあでもこれは言うてダメージちょっと入ったんで大丈夫です。なるほどなるほど。でこっからはまあ相手今ファイアボール使ったんで、まあディガーとかで攻めてくると思うんで、まあ、はいはいはい、街からですね、コウモリを後ろからセパレートしてあげるとか。これ向こうのデッキは何ですかね。向こうのデッキ多分テスラ入ってってディガーで削ってくれるか、小屋デッキですね。でこういう時にインフェルノドラゴンとかで後ろからこうじっくりと、はいはいはい、組み立ててって感じですね。結構厄介ですよね、このインフェルノドラゴンがいるだけで。でこれであの小屋がめんどくさいんで、こうやってポンプをディガーで小屋を叩きに行ったりするのが割と有効ですね。なるほど。ザップでしっかりと処理しながらダメージを与えてあげて。いやでもテスラめっちゃ強いでしょ今。そうですね、強いですね。でここもまたコウモリ後ろからやってあげて、うん、でここで防衛してあげてからの、ここでメガナイト温存したので、なるほどなるほど。で温存したのでメガナイト出して、相手しかもザップ使いました今。はいはいはい、はい、なんでここからもう仕掛け見てる感じで、見てるな、ちゃんと見てるんだそれを。でここでファイアボール来るかもしれないのでまだ待ってあげて、コウモリと出して攻めます。でこれで相手は焦ってるはず、どうしようどうしよう、うん、なんでこうダメージ入ると。はいはい、あっちゃったじゃん。でもう相手がファイブをね打つのを渋ったんで、ここで一気に攻め、マジかしてあげて、でまあここで、まあ、無視できないコントロールスピードですね。ここですごっ。これでしっかりとメガナイトを見かしつつ攻撃してあげる。いやもう相手、ああテスラ出しちゃったそこ。そうですね、これザップって感じで、まあ時間があれば2個目。いやー普通にさらって感じで、なんでこう見とくべきとこは雑報どこに打つかとか、はい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 、はい、そうですね、そういったところとか、相手がじゃあ雑報使ったから攻めようみたいな、はいはいはい、なるほどなるほど。でメガナイトをずっと温存してたことによって、はいはい、やっぱりこうホグライダーが来てカウンターできたじゃないですか、うんうんうん、っていうところなので、結構待って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 相手が出してきて、うん、はいすみませんメガナイトいます、カウンターみたいな。あーなるほどなるほどっていう感じの動きです。いやーちょっと待って、いけるかな俺。なので完璧すぎやなこれ。攻めるときは、うん、このスケルトンバレルプラスコモモ、はい、ヤリゴブ、コウモリ、ギャング、なんか俺結構初手で、うん、エキス溢れそうになるとこのヤリゴブとかで牽制よく出しちゃうんですよ。初手のヤリゴブは全然ありです。ゴブギャンは、ゴブギャンもまあありですね。ただでも、うん、ゴブギャンプラススケバレルとかっていうふうに組み合わせたらやっぱ強いんで、でこの小物で防衛してからの端前にスケルトンバリューを出してカウンター、はい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 、なるほど、強いですね。なるほど、ちょっとじゃあね一斉やってみますか。そうですね、なんでインドラとメガナイトは、はいはい、まあ、使ってもいいんですけど、何もない時に後ろからメガナイト使うはあんま出さないです、ね、ああはい了解です。というわけでじゃあ出しがちな やつねこれ。よし、さあさあさあいきます。いきましょう。ポンポポン。いや怖いな。さあさあさあ始まりました。よろしくよろしく。これこういうなんかこういうあれどうなんですかね、スタンプっていうのは。もう全然大丈夫です、もうよろしく、はい、全然いっちゃっていいですねこれ。これで音いきましょう。もういきます。スケルトンバリル出して後ろにコウモリやりこぶ、やりこぶ、全部全部出しちゃった。でディガーでポンプ削りたいです。出た出た、俺大失敗ですよ。いやでも大丈夫です、ポンプをしっかり削りたいんで。これインドラ系出していいですか。たまにタゲ取らせてからギャングで防衛ですね。あ、オッケーです。タゲ取らせてから、なるほど
めっちゃ勉強だった。で、これ、スケルトンバレル。そうですね。よしよし。で、これで一旦様子見。様子見。いやいや、めっちゃ勝てそう。めっちゃ勝てそう。大体のこれゴーレムなんで。インドラじゃあ、そうですね。で、これまだエリクサー溜まるまで待ってあげて、はい、カンマ槍ゴブ出してもいいですね。とりあえず牽制で。はい、で、これエリクサーボンボ置いてくるんで、コウモリ出して、ディガーでまたポンプ削りに行きます。オッケーです。コウモリでディガー。はい。結構嫌ですよね、これ相手も。嫌ですね。あー、なるほど。え、でもダメージ。よしよしよし。これも今のももう一回ゴブギャンで。そうですね。同じことをすれば大丈夫です。よし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 。で、スケルトンバリブ出して、展開して、はい、様子見。あ、来た来た来た。これ美味しいですね。相手多分エリクサそんなないんで。さあザップ打ったんで、これはインドラで防衛できるんで。はいはい、インドラ。はい、そうです。よしよし。これは後ろからインドラがします。一番後ろから金魚の後ろから。もう出したんです。はい、出して大丈夫です。で、光栄が来たらそれをメガナイトで潰す感じで。了解です。それまでちょっとステイで。そうですね。これこれコウモリとかで処理します。後ろ後ろ、これを。はい、メガナイトは出さない。出さないです。ゴブギャンは出した。出します。大丈夫です。あ、怖い。ザップ使っていいですか。いいですよ。まだ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 いなくなって。まあでもヤギゴブとかで防衛して。オッケー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 。スケバレー出したい。そうですね。出して。なるほど。相手が攻めで、じゃあ相手が防衛でザップ使った後は、インドラで絶対防衛できるんで。ああ、なるほど、なるほど。そういう時に使います。結構いい感じの。まだあれですか、何出した方がいい。インドラ。インドラですね。怖い。これ、コウモリで処理して、ベンゴリ。で、ディガーはまだ。逆サイドにギャングとディガー出します。逆サイド。はい。これで相手がザップ割いてくれたら美味しいなっていう感じですね。声が小さくなってくる。これヤギゴブとか出して2体目の、イントロを出します。2体目。はい、ザップ。オッケーオッケー。あー、コウモリを処理出して、はい。そうです。まあでもこれは。ギャングも出しちゃいます。そうです。ちょ、待って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 。いやでも、大丈夫です。大丈夫。試合としては多分負けそうですけど、あの、動きは格段に変わってると思います。なるほど、なるほど。あとこれは、負け負けですけど、あの、全然いい感じ。全然大丈夫です。惜しい要素がいっぱいあったんで、あの、ゴーレムの防衛のところ。で、ザップ使った後に、インドラ出して前を焼いた後に、はいはいはい、その後ろのダークネクロとかに対してコウモリで処理と。なるほど。ダクネが、なんか、やられた後もちろん、なんか出てくるじゃん。出てくる。わらわらなんか出てくるから。もしかもザップですぐパン飛ばしていいかなっていう感じですね。なるほどね。スピードが足りないんだろうな、きっと。いやでも、全然もう一回言っていいですか。あ、もう一回大丈夫です。よし、行きます。多分、今のね、だいぶ変わったと思いますよ。マジですか。意図的にこういう動作できてたんで。ははははは。もうだってスケバレ出すタイミング分かったじゃないですか。はいはいはい。カウンターで基本出した方がいい。まず待ちます。ポンプが来る可能性があるんで。あ、なるほど。で、来なかったらヤギゴボは端前です。端前ヤギゴボ。はいはいはい。俺ここでよくスケバレ最初に出しちゃうんですよね。そうですね。あ、なるほど。これでスケバレ出して、ギャングを後ろから。これは？これは無視です。無視。なるほど。ここはもうしょうがないと。はい。言うてダメージ入るとちょっと。オッケー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 。で、ここで、なんか出してきたら、これメガナイトですね。後ろに。後ろ側に。はい。後ろ出してて、コウモリでジャイを処理。よし。オッケー、逆に。うわー、嫌だ。これ美味しいです。やりごぶ。やりごぶ、オッケーです。うわー！で、こうすれば、カウンターの形ができます、今。ザップザップザップ、オッケーです。めっちゃ、めっちゃ、めっちゃ食らってるけど、言うて大丈夫です。大丈夫ですか、これ。まあ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 、これあれ出したスケバレ。スケバレ出しです。なるほど。で、これでカウンターの形ができてるんで。ああ、これ相手ガコモリか。これしゃあないです。ああ、もう無視。無視です。なるほどなるほどなるほど。で、これギャングとかで、ギャングを処理してあげて。なるほど。はい、一旦落ち着こう。はいはいはい。一旦でちょっと落ち着くこと重要ですからね。11、これ11かーっていう感じですよね。これはどうします。次コウモリまず待って、インドラ右の一番後ろから出してあげて。一番後ろ、はい。で、多分パルチェで防衛してくるからね。ああ、なるほどなるほど。これ逆サイドにメガナイト出して。後ろから。いや、前です。ああ、もうごめんなさい。後ろからでもいい。おいおい。で、もうこの11捨てて特攻って感じですね。ああ、なるほど。パルチ出したから。はい。コウモリ後ろからつけて。そうですね、メガナイト側に。ヤリゴブとかも。そうですね、ただこのジャイも無視できないんで。ヤリゴブでジャイを防衛する感じで。
で、ザッと打ってあげて、これ右側メガナイズいっちゃっていいですよ。あー、嘘でしょ。そうそうそう、なるほど、うまい、なるほど、うまい、なるほど。これはスケパレを右出して左ゴブ、これだけでもあのタワー1個落とせるんだよ、無視されたら。うん、だから、ちょっとずつ、いや、でもいい、頼む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 、惜しいな、もうちょっとなんですよね、もうちょっとですね。イントラ出します、もうちょっとなんだろう。でも、うん、今みたいにこう逆算にこうスケバレとヤリオブとか出すことによって、はいはいはい、あのこんな感じで弾削れるんで、うん、大丈夫です。あの、うん、さっきのスケが来た時にヤリオブ出すタイミングでザップ打っとけば、はい、多分もうちょっと守れたかなっていうところはあるんで、あ、なるほどね、まあ、仕方ないですね。今のはスケルトンらしいかどうかも分かんなかったんで。なるほどなるほど。じゃもう一回、もう一回、うん、自分が一戦やって、うん、ハルパパさんが一戦。あ、オッケー、いいですか。ちょっと長めなんですけど。うん、ますね、多分こうどんどん学べて いけてると思うんで、ここよろしく出してみて、あ、なるほどな。でこの初手はまず待ちます、まあ、待ってもいいし、うん、やりごぼ出してもいいんですけど、うんうんうん、待って待ってやりごぼかなって出してあげて、うん、まあ、虫か一問打ってくれば、結構こういうなんか加工されまくったデッキってなんか、うん、あの評判が下がるじゃないですか、まず。そうですね、だがしかしだと思うんですよね。そうですね、逆にそんなきついわけでもないんで、もともとが相当強いデッキだったから、ね、これは待ってあげて、でこれはもうイントラですね。こういう時にイントラ出します、はいはい、ゆっくりとこう組み立てられるんで、うん、ロケットが枯渇ですよね。そうですね、これメガネ出します、ね、でこれで簡単な形ができるんで、うんうんうん、で相手がインドラにロケット打った部分、今2エリクスはない状態なんで、ちょっと苦しいと思うんですよね。これスケバレが入る、あ、めっちゃ入る、入るし、あー、これ打っとか、なるほど、今みたいな感じでトミネでスタートは結構攻め時なんで、まあでもウッド使ったんでね、うん、もう結構与えてますよね、もう。そうですね、今のもうワンテンポ遅くめにやりを出せばよかったかなっていう、はい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 、そうですね。でこれはインドラで処理してあげて、で、バリューが来たらギャングで防衛なんですけど、まあいいんで、これで一気に、とりあえず簡単ですね。これで無視できない形ができて、はいはい、おお、まあでも、結構イチャイチャすれば、相手と、うん、もう、ディガーで削れるんで、表現がおしゃれ、もう、ギャングで、おお、うまい、簡単。これで、ウッドを、つけバリを破裂してから打つか、うん、後ろに打つかっていうのを迷うんですよ。あ、で、やりゴムで入るっていうことですよね。で、相手はプリンスで処理しようとしたけど、無理だったんでウッド使うっていう、結局遅いんですよね。なるほどね。で、これ、インドラで受けて。やりゴムとかゴブギャンの後ろからチクチクが結構無視されがちなんですね。そうですね。無視するしかないんですよね。そうですね、やっぱ。でも、無視したら、ガンガンダメージ入っちゃうんで。でこれは、スケバレとかでターゲット取ってあげて、はいはい、このプリンスを意地でも処理していく感じで、これやりボールとか受けてあげて、ザップでダメージ与えつつ、あとはまあ1237なんで、まあスケルトンバレルの爆破ダメとかギガーとかで削っていきたいですね。ただあのプリンスが悪さしてるんで、そうですね、悪さすがね、悪さ一回ここでインドラ出して相手のロケット引き出します。はいはいはい、あ、わざとわざとプリンセスが2体になってくるとうざいっていう、うざいですね。ただでもやりごぶとかで真ん中出してあげれば金の描写できるんで、なるほど、これで割り形作ってあげて、これちょっと相手しんどいですね、しんどいですね。これ前も無視できないし、このギガも無視できない、無理じゃない普通に無理じゃないこれもらったよね。でメガナイトをこう貯めて、はいはいはい、はい、みたいな感じで速攻と、いやー、なるほどな、これはね、なるほどですね。なんでこうしっかりと細かい系で処理した後に、うん、その蓋をするっていうか、蓋をす、メガナイトで、もうでガーンですかね。そうですね、で今のプリンセスはしっかりと自陣で処理してからっていう、う
なるほどな、これはね、ちょっとね、相手のこのデッキ見ればわかるんですけど、うん、ウッドとトルネとプリンぐらいしか小物が処理できないんですよね、瞬間的に。はいはいはい、なんで、うん、じゃあプリンセス処理した後はウッドかトルネードさえ警戒していけばいいよねみたいな。じゃあトルネードで防衛したいんだったらメガナイト出せば吸えないよねみたいな、うん、はい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 っていう感じです。ちょっとガチだなこれ、ガチでちょっとガチですガチで剣詰めしちゃうんですから、ね、めっちゃ参考になってる。羽川さんのチャンネルの方でもね、あの概要になるんですけど、2人で面白いことしてるんで、面白いこといろんなコラボとかやってるんで、ね、そっちもね楽しんでもらうのいいんですけど、見てもらってね、ガチパパを、ガチパパちょっとやりたいですね。あと一戦、あと一戦かましましょう。いきます、よし、頼む頼む、勝たしてくれ。さあ、敵通信切れでもいいよ。さあこれはまず待ってですね、待ってポンプをかけたらスケバルコウモリ出してディガーで削りに行くと。オッケーです。これ逆サイドにスケバル出して、コウモリ出してディガー準備と。そうすると、でもこれ様子見て大丈夫ですね。この相手はおっと、なるほど、じゃあヤギゴボウを出して左に、はい、からインドラ、インドラですね。でこれ、近く来たらメガナイトでしょ、メガナイト処理待ってくれです。オッケーです、いいっすね。オッケーですか、スケバレいきます。そうですね、スケバレ出しても大丈夫です。左で大丈夫です、左で大丈夫です。よしよしよし、必ず勝つで、ザップ構えて、ザップ構えて、オッケー、おー、ちょっと待って、いや大丈夫です。よし、オッケー、よいしょ、これはいいでしょ。いいですね、これもうこのままで落ちる、これも無理ですよね。はい、オッケー、来た、オッケーです。しかもファイボ使ってくれた、美味しいですね。これはどうしましょうか。まず待って、うん、待ちましょう。待ってから、まあ、右にヤリゴブとティガーかなっていう、ティガーバーッと投げちゃっていいです、投げちゃっていいです。さあ、です、で落ちた説、ああまだまだ、まあ、これはコウモですね、まだ無視ですね、無視ですね。でこれギャング後ろに出して、はい、右の後ろから、スパレットじゃなくて、はい、そうです、そこでで端前にスケバレ、ああなるほど、いやーっていうような回転でも、うん、なるほどなるほど。でこれはまあ無視しといてもある程度入るんで、うん、まあ落下ダメも入りますよね。そうですね、でこれはメガナイト、メガナイト後ろなんかつけます、いや何もつけないです、これ放置 でこれ右にインドラ、インドラ出してあげて、ザップいきますね。そうっすね、難しい、一回溜まってますからね、ある程度防衛できればいいです。まあ1個落ちてもちょっと結構やばい、結構やばい、結構やばい、バレるバレるっすね。そういうことある、そういうことある、結構そういうことある、ね、あ、そういうことある、そういうことある。これはちょっとあれですね、ちょい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 、待って待って待って、ザップってゲージやばい、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 こんなことある、スケバレかまし、おーなー今のなー、今のもう一回やっていいですか、え、大丈夫です、ホグにメガネット出したとこが、うん、ちょっと、うん、ちょっとあれですね、エリクサが、うん、ネクロの方でジャイクのなんか分かってたんで、おー、なるほどなるほど、インドラで処理したい時にゴブギャンで処理できたら最高だったんですけどね。そうですね、ちょっとネクロのスケルトンがインドラのターゲット取っちゃったんで、うん、早急にザッパーンって言って、とりあえずジャイだけ破壊すれば一気に決められたっていう。そうですね、まあでも、うん、最初のタワーを落とすタイミングは、うん、あ、バッチリでした、バッチリだったんで、うん、大丈夫です。じゃあ次もう決めちゃいましょう。もう決め、はい、もうなんか俺何連敗してんの。いやいや大丈夫大丈夫、皆さんも一緒に学べてるんで。なるほどなるほど、そうですよ、だ、そうですね、ただでも見てると分かると思うんですけど、格段に動きが違うんですよ、うん、なるほどなるほど。でこれまず待ってあげて、うん、なんか来たら逆サイドにスケバル、あ、なるほど、コウモリ、オッケーです、オッケーです、頑張って、そろそろ勝ちたい。そうですね、これなぁ、結構向こうもそういうタイプ、そういうタイプですね。だったらまあ、うん、端前にスケバレ出してコウモリをつけて、でザップ構えるって、これ無視でザップ構えて、これ打たなくて大丈夫です。一回無視、これインドラを右に、インドラを右側に、はい、もしかしたらこれバルーンかもしれないですね、相手だったら、ギャングとあれで、これはメガナイトで、メガナイト、そう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 です、これヤリゴブをポイズンの範囲外から、スケバレ出して
か普通防衛で相手苦しい、相手苦しい、相手相当苦しいですよね。頼む、相手苦しいよ。オッケーオッケー、ディガーからんか流します、大丈夫、流しましょう。よしよしよし、これを落としましたね。そうですね、ちょっと一回捨て、いやいいですね、今のディガー完璧。これはいいですね。これはどうしよう、ザップ、ザップ打ってって感じですね。オッケーです、これは勝ちたい。小ジョババ来たら、速攻でギャングを小ジョババに当てると。あ、オッケーです。で、まあやばいなと思ったら、はいはい、メガネで出す感じで、うんうんうん、これ銃撃溜まってることなかったらメガ、インドラは右の一番後ろから、そうですね、はい、それやるとき大体攻めにくくなるんで、うん、防衛に入りますよね。なるほど、俺左に出しがちなんですよね、こうなると。結構これ出しとくだけで嫌がらせできるんで。これはどうしましょう。右の一番後ろからは、右の一番後ろですやるよう、はい、そうです。で、これでもう防衛できるんで、で、これでで、次は、メガネと、メガネとどうしたん、あそこに、そうです。よしよしよし、スケバレ逆サイとかはいかないですか。いかないですね、これはもう正面で見合った方がいいかな。あ、なるほど、なんか有利だから。なんで右から適当に出してっていう、適当にギガから出しつつ、手札回して、はいはいはい、もうこれ勝ちたい、はい、回してもうどんどん出す、とりあえずインドラも出して、やばいやばいやばい、ザップも使っていいっすよ。守ればかり、守りきる、守りきれますよね、これ。あとはメガナイトを温存してですね、これは防衛、ギガもいいっすね、インドラいいっすね、ギガもちょっと反らして、あと相手小ジョババぐらいしか勝てないんで、うん、メガナイトを握って、うん、もうさすがに、さすがに上げられろ、上げられろ、よしよしよし、よっしゃやっと、オーケーっす、ありがとうございます、やっと勝った。いやー、オッケーです。いやー、ありがとうございます。なんかこう、攻めのコンボとか、防衛の仕方が多分分かってきてますよ。いや、だんだんね、なんか自分でやってた時よりは、はいはいはい、なんか全然違う。インドラで処理して、うん、メガナイトで声潰してカウンターの形、はいはいはい、でそういう時に本当に機嫌にできると、インドラメガナイトで、うん、カウンターしつつ逆サイドにスケバルコウモリ、はいはいはい、っていう、まず地獄のフォーメーションができるんですよ。いや、まだこのデッキちょっとね、頑張りたいんですよね。いや、全然ありだと思いますね。うん、いや、ちょっと勇気もらいました。いや、よかったです。あれだ、しかも、クラロって一、うん、人で何十時間やっても上手くならなくて、はいはいはい、押し合い、この、ある程度この、うん、知ってる人に1時間聞いてやった方が、うん、やっぱ上手くなるんですよね。自分もホグライダーとか全然使えないんですけど、はいはい、ホグめっちゃ極めた人と1時間通話しながらやるだけで、うん、やっぱ分かるんですよね。いや、今ね、マジでちょっとなんかその戦略が増えたというか、このデッキに対しての出す方の、はい、いや、マジめっちゃ勉強になりました。で、なんか一緒にやってて楽しかったですよね。楽しかったんで、もうちょっともう一戦行っていいみたいな感じになっちゃったんで、もうこの動画の長さが、ね、動画がすごいな、はい、映画並みのね、はい、そうですね、涙あり笑いありでお送りさせて、うん、いただきましたとという感じで、ハルパさんとね、今回は会話させていただいたということで、また今後もね、はい、一緒にもちろん、はい、ドキハル系でも、そうですね、ドキハル系も楽しいですね。そう、楽しかったですね。まあそんな感じで、みんなでね、うん、ワイワイやってきたらいいなと思いますので、概要欄の方にハールパパさんのチャンネル貼ってあげますので、うん、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ということで、はい、今日は楽しかったですね。え、もう本当に楽しかった。いや、本当に、しかも、うん、これすごいのが、年の差が、うん、まあまああるというか、まあそうですね、そうそう、2倍以上ありますよね。下手したら自分の本当にお父さん、お父さん、マジパパぐらいな、うん、年の方とこう一つのゲームで盛り上がれるっていうのが、うん、すごいと思うんですよね、改めて。いやー、すごい。もうこれ公式チャンネルにしましょう。公式チャンネルですね。というわけで、今後もね、皆さんもいろんな人と盛り上がっていけたらいいなと思います。はい、では、最後はね、はい、クラロー界でね、話題の伝説の挨拶で、やっぱりね、締めてね、回ろうかなと思います。いやー、やっちゃいますか、これ、ね。では、伝説の挨拶まで、3、2、1、ご視聴！ああ